大佐はこういう感じですね。ここでムービーが入るので、普段だったら下の方で受付係してる。ギャレット大佐は、これ将来的にこう受付係になっちゃうので、受付係になってしまったらこう入っていけないっていうのもあり、この時だけここでお茶捨セてンんトだジよョンね。校長か。はい、入れ。ということで、この時の大佐を運んでおります。覚悟しろよ。大佐は撃ち殺されるとかないと思うけどな。これ出るぞ。大丈夫。君の上司、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 君の上司めっちゃ撃たれて、全然部下に慕われてねえ。すげえな、大佐更迭なんじゃねえの。びくともしねえ。頑張ろう大佐、出よう。おー、出たー、来たー。ああ、ところで、大佐の目をかいくぐって、キャンプに薬が入り込んでるって噂があるんだ。大佐ここあにいとはるそぞ、れにおい。ついて何か知ってっか？こんなことってあんの？敵出ないんだけど。どうしてだ。ちょっと敵を引きつけてきた方が早いかな。ブレイカー？やった！いいぞ。いいじゃん。ゾンビ界の大佐対、人間界の大佐だ。よし、連れていく。弾込めとくか。くそ。全然なんか反応が悪い。何が起こってんだ、俺ゲームバグってるぞ。よし、来い来い来い。なんで追ってこないの？大佐に行くのをめっちゃためらってるやん。どうして？大佐を連れてくするしかない。なんだよこの現象。なんか怖えよ、いろいろ。消えてるもしかして。嘘だろ。2日目だ。俺は2回目だからな。2回目が同じだなわけないだろ。やれ！すげえこいつ。お辞儀一つで全てを回避してやがる。ちなみに今なんかダメージ食らったけど。俺撃たれんだけどなんか。うわ、やめろ、死ぬ。いや、大佐の強さがよくわかった。よくよく考えたら、こいつらをさ、外に連れてったら最強なんじゃねえの？鹿ならいるな。鹿いるってことは、ゾンビいるはずなんだろうな。あ、いた！ゾンビだ！
ちょっとブレイカーじゃないっすけど、これでどうなるかわかる。オッケー。オッケーだって、ティーコンが。セクシーね。おおおすげえ、大佐のいい。あれあれあれ、大佐の名は伊達じゃなかったといい。うおー、返した。そして俺に八つ当たりするな。すげえ、大佐の名は伊達じゃないね。武器使わねえんだ。ここに武器ついてんのに。なんかな、あー、大佐に勝とうなんざ100年早いね。速攻で返されるね。すごい返すの早いな。あれ？返してないんだけど。何これ、受け入れたってこと？受け入れましたみたいな顔でこっち見たぞ、おい。受け入れちゃったのか。困ったな。もう川に突き落とそう。お、限界地点があんのか。そうだな、この奥にやりゃ。うっそ。こんな時に何やってんだ。まあ一応でもここは足つかないという、ディーコンさん的には足つかないっぽいですけど、まあクソやらかしたわ。いや、なんか息揃いすぎじゃねえお前ら。いや、お前らトリオなのか。3人で向かうか戦場に。なんか見てる。見ないで、恥ずかしい。エアはしごよ。普通に登っちゃうか。もうちょっと背の高い人間だったらな。嘘だろう。これじゃ運べないんじゃないかこれ。やべえ、最初からなんてやだ。おいぞ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 、戻ってきた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 。でで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 ヒゲダンスで負けた。大佐今助ける。よし、いいぞ。あ、抜けた、よかった。まさか大佐の高速ヒゲダンスが見れるなんて。普通下にいるんですけど。なんかフリーズする大佐。なんだ今のは。残像か。残像だ。